私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。11月27日ビュアプリで安野おっさんとクリスマス。ビュアプリシェフ監修の新作安野おっさん焼きを先着100名様にプレゼント。お昼2時から来てね。ビバビアばあさんのビバビアおみくじ。どのキャラを選ぶ。おいアスノオッサン琵琶湖一周アンギャ2016おもしろ傑作選。カイツブリも歩けば笑顔に当たる。それでは早速行ってみよう。あの毎年来るから来年も会おうな。毎年やってよ。毎年また見せてくれやるな。もちろんやね。来年はなんかダンスかなんか練習してきて、もっと映像見てもらうわ。調子乗りやからやるで。お母さん戻ってくださってますね。いや、ええな。そらよか。待っててくれて嬉しかったね。初めて。ほんま。あら、テレビは見てますね。ほんま。あ、嬉しいわ。バーコード触る？バーコード触ってください。そこ触ってどうするん？確かにそこ触ってどうすることもないやけど、一応みんな触ったら面白いとか嬉しいとか。そう。そう。笑けてくるのが一番やな。今日はあのアンギャ最大の難所を登らんとダメなんで。あれやろ、あの障子破りの坂やろ。違う、心臓破りの坂です。大概嫌やね、障子破るぐらいの坂やったらしいもんな。ツン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 ってついて指乗れてたらすぐ開くかな。心臓破り言われたら怖いやな。まあ本日挑む難所とは大阪峠。長さ約2キロ、高低差約70メートル、岩市アンギャ最大の難所です。これ行かんとあの長浜に入れないんですよ。ああ、そう。そうなんです。逆向きに行ってもう反対側から行ったぞ。いや、反対。余計歩かなあかんから。反対。めちゃめちゃ大変です。簡単な感じに言い換えてくれたらわしも行く気になるかもしれないよ。何破り。何破り？道場破り。道場破り？なんかしんどそうじゃないか。タックル言わへんから、なんか出だしからつまずいた感じやから。いやもう行くで。はい、わかりました。坂なんでつまずかずにそのまま行きましょう。うまいこと言えてへんからな、今の。登っても残りが減らへん気がする。ちゃんと近づいてます。てっぺんまで近づいてます。あと何メーターぐらい。あと800メーターぐらいはあると思います。じゃあ1名ずつ減らしていって、一歩から。はい、よーい、スタート。800 799。もうだいぶその言うてる間に歩いたから。はい、言うて、トン、ほい。797 796 795。今何時？11時21分です。落語やがな。何したいねん、わしも。
言うて気紛れてるうちに 30m ぐらい歩いたやろ。あ、はい、多分そういうのが必要なの今のわしには。まだまだあるよ傑作選、次回に続きます。日本最大級のスケールウェルコム立東、お客様との絆をもっと深めたい、そんな思いから誕生しました。豊かなカーライフをサポートするくつろぎの空間とおもてなし、シガトヨペットがお届けします。わさびより、いやー安野さん、いや汗が止まらなかったですよ。冷麦のトマトスープ、それ美味しいの？違いますよ。11月5日に草津市で行われた楽しいみんなの広報活動というイベントのことですよ。おお、草津市民レポーターの草津ファンプロさんが主催で、その中でアミッチプロジェクトはなんと草津をテーマにしたアニメを作りました。なるほど、草津には見どころいっぱいあるさかいな。でもなんで汗かいたん？そうなんです、あのここからが本題で。本題？そう、文化本？あ、違います。ハードカバー？違う、あの話の、何本いんの？話のメインって。あ、そうか。このアニメの味噌はイベントに参加してくれた人が声優のアフレコをして1時間の間に完成させるという前代未聞の試みなんです。前代白玉？どんな聞き間違いですか。せやけど1時間って確かに冷や汗たらだらよな。あの他人事みたいに言ってますけど、おっさんアニメの主役ですからね。あ、そういえばダジャレ連発しだった気がする。それでは完成したアニメを見てもらいましょう。知ったかぶりかいつぶりサクサク草津 PR 大作戦、どうぞどうぞ。じゃじゃーん、安野おっさんやでー。今日は草津のええとこ教えてくれるいうさかい、草津までやってきたでー。お、ここはカラスミ半島。安野おっさん、カラスミじゃなくてカラスマ。出だしからすんません。あきゃきゃ。今日はここから気球に乗って草津を案内するよ。気球に？あきゃきゃ。わあ、琵琶湖が見えるよ。いってらっしゃい。いってきます、プリン。うわ、浮いてる。わしもいっぱい空気吸うで。おお。僕も。それが関係ない。え、あ、あ、もちろんそうですよね。おひょっとわー、ほー、すごいプリン。あんなところまで見えるプリン。あれが琵琶湖博物館です。日本で一番大きい淡水魚の博物館ですよ。え、タンス担いだ魚がおる？タンスじゃなくて淡水魚。あれは水生植物公園。時期になると一斉にハスの花が咲き誇ります。ハスだけにハッスルして咲き乱れるんやろな。ドーン。あー、プリン、わしがダジャレ言うたばっかりに。わあ、すごいな。東海道と中仙道の合流する珍しい宿場町だったんですよ。素敵なとこやな。気球からダイビングして行ってみたいぐらいやね。名付けて宿場ダイビング言うてな。どん。
今度は草津市民の方々まで。ここは栃木神社です。平成29年に御鎮座1250年になる歴史ある神社です。草津市民は比企郎さんや婚礼でもお世話になっている人が多いんです。わしも比企郎さんする。あれ、みんな飛んでいったで。わしだけになってしもった。ちょっと一服おまんじゅうでもどうですか。あ、あれはかの有名な草津名物の宝餅です。徳川家康が大阪城攻めの行き帰りに食べたそうですよ。それはもしかせんでも全国で大人気の草津メロンだよ。みんな草津が好きなんやな。ええ顔してらるわ。ただいま。あ、戻ってきらった。おかえり。ありゃ、なんや増えてらる。おっさん。なに。みんながこの町でいろんな夢を咲かせているのよ。おうか、ほんならわしもぐっすり夢を咲かせるで。僕も。ここはどこの草津や。よその国だプリン。いや面白かったな。声優の皆さんご苦労さん。わしもダジャレご苦労さん。腹抱えた。今日のおっさん日和おしまいです。さよなら。猪名収穫祭猪名町で開催。はい。猪名町ならではの原種の猪名おにぎり600個、みんなで美味しくいただこう。12月4日お昼12時から。わしも行くで。チャミスるんでしょ。どうせまた飲みすぎてえずくんでしょ。運動はスポーツ中継見てるだけ。そいつはまずいよ。血だらけ体操。脳の生活習慣病。体がパンクする前に運動で予防しよう。のエンディングはこちら。ねえ、なぜ今夜の並木道の雪の上をみんなで歩いた。座禅僧は自分の熱で雪どけして花を咲かすよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ。 YouTube で見てな。